10m70 ということは視界はもっと高いっていうことですね。いや、これ普通に落ちても怖いよ。怖いよ。そしてついに 10m70cm 地点へ到着。飛び込む子供用プールの水深はたった30cm。 え、後ろじゃないですか。いや、前向きですよ。集中高めてます。今集中しておりますんで。これあのテーラーが上から見てる。気合い十分。いよいよギネスへの挑戦が始まる。合図をしますんで、それまで行きます。それではテーラーさんから OK の合図が出ました。テーラーさん、お願いします。うわ、すげえ。前人未到の大記録を目指し、見事飛び込むことができるのか。その高さ10m70cm。挑戦が始まる。見事世界記録更新、大成功。それではリプレイでもう一度。水しぶきを大きく上げることで体への衝撃を和らげるという、見事舞い上がる水しぶきを。一体何のため？そんなことを忘れさせるド迫力。